皆さん、1年間本当にありがとうございました。素晴らしいスピーチの後だったので僕の出番はほんの少しにします。最後に、また1試合監督と戦えるアウェー初陣戦、僕たちはまだ勝ったことがない相手なので必ず勝って監督を送り出したいと思います。来シーズンも J1 に入れます。共に成長し、また目標をつかみましょう。本日はありがとうございました。